1974年に新設された県立津岸高校は今年で創立50周年を迎え、来月には式典と記念展の開催が予定されています。それらのイベントを PR しようと、今日は学校周辺の清掃活動が企画され、総会やホームページ上での呼びかけに応じた卒業生などおよそ20人が集まりました。1期生から20期を超えるまで幅広い年代の卒業生たちがお揃いの T シャツを着て、通学路2キロ圏内を創立50周年を知らせるのぼりを立てて練り歩き、空き缶やペットボトルなどのゴミを丁寧に拾い集めていました。津岸高校の学生はですね、ほとんどが自転車通学ですので、そこで通学路をきれいにしていこうと地域の皆様にお世話になってますので、そういう思いで今回開催しました。津岸高校では来月16日に創立50周年記念式典を行うほか、15日から2日間は全国で活躍する卒業生の美術作品を展示する記念展も行うということです。